日本そのものへの進出っていうのはですね、1999年なんですが、はい、その後、まあ、マーケットリサーチといいますかね、日本でも私どものアメリカやヨーロッパで展開している事業が成り立つかどうかということで、2年ほどですね、マーケットリサーチをやって、実際事業を開始したのは2001年なんですね。で、第1号案件というのは東京なんですが、大阪へはですね、2003年に進出をいたしました。不動産開発会社といえども、物流専門ですので、物流施設専門ですのでね、これネットワークを持つことが非常に重要なんですね。ですから私どものお客様が東京だけではご商売にならないわけですよ。物を運んで初めて物流業とは成り立つわけですから、必ず関東に一つ施設があれば関西にも必要、あるいは九州にも必要、北海道にも必要と、こういうふうに展開をされていくわけですから、我々としてはですね、まず最初にたまたま東京でしたけど、次は必ず、まあ、大阪っていうか関西に拠点を置くと、それから広げていこうということでございますね。ご存知の通りと言いますかね、2008年に、ね、の後半に、まあ、いろんな不幸なことがありまして、まあ、今に至ってるわけですけどもね、実は2001年、私どもはですね、日本で事業を始めた時ってまさにこういう状況だったんですよ。はい、どの企業さんも設備投資をされない、まあ、してやですね、不動産開発なんてとんでもない時代だったんですね。その頃に我々出てきましたので、ある意味ですね、土地の取得が非常に簡単であったんですね。競争者はほとんどいなかったんですよ。でもう一つはですね、まあ、不景気っていう意味では2000年も2001年もそうでしたからね、建設コストが非常にこう安くなってたんですね。ですから不動産事業という観点から見ると、非常にいいタイミングで事業スタートしたんです。まあ、その後ですね、ご存じの通り2年3年4年5年とずっとこう良くなってまいりましてね、で私どもの、その物流施設の賃貸業というものがだんだん認知をされるようになってまいりまして、で幸運なことにですね、まあ、日本を代表する物流企業の皆様がですね、私の施設をお使いいただいたということによってですね、さらにその認知度が高まったということですね。まあ、比較的短い期間でしたが、7年8年ぐらいの間にですね、まあ、総資産でいうと6000億から7000億ぐらいのですね、投資を日本ですることができたんですね。ですから、そういう意味で非常に順調に2008年の後半までは行ったということは言えると思いますね。ただ、まあ、その後ですね、去年1年間は非常にこう厳しい状況でございましたけれども、まあ、我々としては過去やってきたものをですね、きちっと稼働させていくということを今1年間集中しておりましたんでね、まあ、今になって言えばですね、まあ、踊り場的な場面だったわけですけども、新規の開発はほとんど止めておりましたけどもね、そういう意味では非常にね、後ろを振り返っていろんなものを整備をしていくっていう意味では、非常にこう有意義な1年間だったなと。帰ってですね、もちろん業態とか扱う商品によっても違うんですが、通常日本の場合ですね、拠点を一つ置くとすれば日本の中に、商品によって違うんですね、もちろんね。ですから一般的な話はなかなか難しいんですが、やはり消費地が一番大きいところの近くに置くっていうのが非常に普通の考え方なんですね。で、あとは、まあ、輸入なんかをする場合、あるいは輸出をする場合ということを考えますとね、物流施設も港に近いところとか、あるいは空港に近いところ、それから今申し上げたのは消費地に近いところ、ここを3つを全部兼ね備えたところっていうのが一番うまいわけですね。そういう意味では、まあ、東京で言えば東京湾の周辺、まあ、千葉、東から言えば千葉からずっとですね、東京を過ぎて神奈川までのエリア、大阪、関西で言えば、まあ、大阪の南からですね、まあ、関空のあるあの辺の周辺からずっと湾岸に上がっていって神戸で、まあ、西の方ですね、いわゆる清津といわれる、まあ、西の神戸の方まで、その辺が一番集積度が高いはずなんですね。ただ、海だけから来る荷物だけでもないので、
ですね、やっぱり消費地という意味では、例えば、まあ、関西で言えばですね、北摂と言われる地域ですね、例えば、まあ、僕はあまり関西のことはそんな詳しくないのですが、例えば、茨城とか、高槻とかですね、そういったエリア、その辺が物流の拠点としては一番その魅力的な場所である、戦略的な場所であるというふうに言われています。大阪はですね、私どもの理解ではですね、やっぱアジアへの、ね、窓口っていうかな、そういうイメージが非常に強いんですね。ですから、まあ、東京っていうのはどちらかというと北米とか太平洋航路っていうんですかね、そちらのイメージで、大阪はもちろん西日本全部カバーするわけですけども、やはりその今最もおそらく、これは私の勝手なですね思いですけど、今後10年20年ぐらいか、中国を含めた東アジアがね、世界の経済をね、牽引していくんだと思うんですよね。そうなりますとね、日本も間違いなくですね、いろんな意味でその中国を含めたアジアと関わっていくわけでしょうしね。そういう意味ではですね、大阪の、その役割っていうのはですね、従来以上に、今まで以上に大きくなっていくんだと思うんですよ。日本のお客様、物流企業さんのところにお邪魔しますとね、必ず中国の話になります、今。はい、日本国内の話はもちろんですけどね、やっぱり成長しようとすれば企業として、うん、中国のマーケットというのはですね、やっぱ見過ごすわけにいかないんですね、うん、ですから日本の企業が日本のメーカーさんなんかと一緒に中国に進出して、で中国のものを日本に持ち帰る、あるいは中国のものを中国の国内で消費するための物流事業をやるということは今からどんどん増えてくる。もちろん経済規模で言えばね、東京を中心とした関東首都圏というところがね、圧倒的に大きいわけですが、あまりにも大きすぎてですね、初めてもし進出されるのであれば、僕は行政とか要するに地域のコミュニティだとか、そういう意味ではね、大阪っていうのは非常に入りやすいところじゃないかなというふうに思いますし、まあもともとね、商人の街っていうかね、いうところもありますんでね、非常にフレンドリーですしね、そういう意味では初めていらっしゃるのであれば、大阪っていうのは非常に重要ですよと、キーの、ね、マーケットになるんではない